はい、こんにちは、ケイソーです。はい、どうも、ハネムンです。バンパイアサバイバーズやっていきましょう。隠しキャラ実は1キャラ出してないというのがありまして、はい、まあ今日はこれを出したいなってのとで、もう一つポーでレベル99にしろっていうのがあるんで、はい、まあこれも一緒にやってしまいたいなっていう感じなんですけど、新キャラの出し方が、なんだっけ、2つの友達、はい、うん、を携えてカペラマグナに行けと。トリトリじゃねえの。まあトリトリですよこれは。なので、ポーで鳥を2種類取って、はい、まあ、新キャラ出していきたい。なるほど。はい、アルカラですがどうしましょうか。ニンニクですしね。ああ、このニンニクのクールタイムが下がるみたいなやつやってみましょうか。いや弱いか。他に鳥にするか。鳥にする。まあ鳥は取るけど、鳥は取るけど、あーなんか、鳥なんか増える、増えるやつあったね。なんだっけ、どれだっけな。鳥は増えるみたいな。あ、これ増えた鳥に影響があるんだ、このクリスタルのロゴって。あ、ね、どれだっけな、鳥が増えるやつ。最近のやつだからなんかあんま見たことない絵柄を押せばいいと思う。これとか、これだえ、違うよ、これ爆発するやつ。あ、これ爆発か。あ、左上のやつじゃない、それじゃない。あ、これか。これでしょ。あ、じゃあこれ取りましょう。はい、はい、ましょう。さあ、前回ね、シグマなんていう、これまずいっすバグったキャラを、エイトザスパロウを取ってもいいか。エイトザスパロウ取るよ、オッケー。2個出るんじゃない、だから。ああ、なるほどね。あ、じゃあこのアルカナを生かす感じの動きで最初は頑張りましょうか。あ、1個目の鳥が来ましたね。は、はい、これはいただきまして。ああ、来た来た。はいはいはい、ありがたいですね。もう友達2人以上いるけど大丈夫だよね大丈夫でしょ、さすがに。さすがに。あ、これなんか変な、ね、4人だからダメですよっていうことはないと思うんで、上なんか上に行くらしいですよ。あ、どこまで上に行きゃいいか分かんないですけど。いい、運良くね。あ、これはいいですね。はい、はい、まあ最初のアルカラのおかげで全てが2倍になってるという。そう、左側じゃない、左下のなんかバルコニー、ここかな、そこら辺じゃ。そういうところじゃない。なんかね、上の方に行けとは書いてあったのよ。あ、上に行きたいんだけど、どこまで上に行っていいか分かんないんだよね。あ、まあ、とりあえずめっちゃ上に目指してみようかな。まあ、鳥見つけてからでいいんじゃない。ああ、先にね。その辺レベル上げて鳥探そうぜ。はい、まあ、ニンニクでいっか。そうね、猫降ってきてたけど。それもう耐えたりできんじゃない。ああ、もうぶつかってる、ぶつかってる。ああ、これはコウモリアタック今できるし、多分レベル1じゃ無理だったけど、レベル2だと多分コウモリアタックはいける。いけてる、いけてる。ああ、ブレスレット出た。ビジョネ来た。ブレスレットも来たけど。ってことはもうこれで鳥が揃ったか。そうだね、これでもう2人の友達はゲットできたから取ったんで、これ地図に載ってんのかな、どこ行けよとか。ないでしょ。ああ、これだ、これ。あ、え、違うよ。いや、このこれを取るっていう話ですよ。これを取ったら解放されるっていう話ですよ。そうなの、この炎のやつ。あれを目指しましょう。ありましたね、これじゃない。はい、この2人の鳥を携えた状態で、この炎のやつを取ると下の柵が開くそうです。開かねえが、いけいけ、もっといけ、もっといけ。開いた。はい、そういうことね。はい、で、これで新キャラ、鳥をゲット。あの鳥が、まあ、新キャラですよと。あ、まあ、そういう感じでございます。すぐ見てまあ、確かに今戻ればもう新キャラ見れますけど、ポーを99にするという大事な使命があるんで。そうね、ポー99にしても早く抜けようぜ。そうしよっかじゃあなんか王冠とか取ってな、最速で抜けようか。やめとけやめとけ、ちゃんとクリアしようぜ。ああ、素晴らしい。でもみんなもポーの活躍見てんだよ。もうバカ野郎、バカ野郎、言うな言うな、それ言うな、それ言うな。合体させていいのかな、これ。え、どういうこと。鳥いっか、もう取ったもん。取った、何してもいいもん、何してもいいのか、途中で抜けてもいいわけか。そう。ああ、死んだわえ、本当に今わざとじゃなくて死んだ、普通に死んだ、わざとじゃねえびっくりした、びっくり、びっくり超えた一応最高難度の場所よ。そうだね、一応な、一応ね。でもちろんクリアできないなんてことはあってはならないよ。あ、我々はもう間違いない。何十時間やってんのこのゲーム。何十時間やってんだろうね。チームなんか見れるんじゃね。実際そうだね、90ぐらいかな。いや、もっとやってるか、さすがに。もっとやってるねもっとやってるね、さすがにもっとやってるね。
でもこの動画も結局何本目だ ?90 何本目とかになるんだよな、多分な。まあでも動画撮影以外でやんないからな、昨日。まあまあまあ、確かに。90何本目だとしたら100本として、はいはいはい。まあ30分。でも選ぶ時間含めてまあ40分。1時間を見といた方がいいんじゃない？どうなんだろう。1回1時間だからまあもちろんほら、3時間とか撮る回もあるわけじゃん。ああ、そういうこと。そういうのも考えたら、1回1時間として90時間じゃね、やっぱ。100時間はいってないぐらいな。100は超えてるかな。予想は？予想100。予想100です。 100？ はい。あー、まあないか。何撮ろっかな。リロール少な。少ないね。5回しかリロールできないの。なんで108個ねえんだよ、これ。おかしいだろうがよ。はい、リロールでいいんじゃないですか。王冠。いやいや、取れるんだ。取れるんだ。まあ、ピジョンか。ピジョンでしときますか。お茶に押して。まあ、先取った方がいいんだけどね、王冠ね。そうね、間違いなくな。アイテムからも、じゃあ、がっつり。まあ、せっかくなんでぐらいな。ああ、いいの来ないね。ピジョンで取っとく。取っちゃうか。あんまりリロールしてもな。そうね、あれもあるし、アルカナもあるし。こんなやる気ない実況ある。レベル上がるの遅いな。結構やばいよこれ。ニンニクいいんじゃん。まあニンニク取っちゃって、空白取っちゃって、空白と取り、と空白、どうしても空白。フォローハートはいらないな。そうね、うん、武器ばっか埋まるな。ね、あとなんだっけ、この鳥たちと銃とだけあるある、あるある、あるあるかなって。猫の目ですね。で、猫の目はあの進化してこのアルカナを取ったところをお見せしてないんですよ。だから今回はそれもお見せしましょうか。さあ、ああ、まあ3つ出るのありがたいね。このままじゃもう武器がレベルマックスになっちまうよ、ね。あとさ、まあ、全然、うん、あの関係ないというか、普通の話をしていいですか。あ、普通の話していいよ。普通の話。全然いいよ。今暇だし。ああ、いいよ。普通の話してくれよ。友達と、まあ、遊んでてさ、はい、なんかまあ、最近あった、ちょっとなんか、まあ、もやっとしたというか、なんか、はいはい、うんと思った出来事みたいな感じで、はいはい、電話をしてたんだって。友達が。そうそうそう。はい、電話してて、まあ、俺とじゃないよ。はいはい、誰かと電話してて、で、なんか、あ、なんか、後ろに誰かいねみたいな。電話なんか聞こえたんだろうね。はいはい、電話で、ね、後ろに誰かいんのっつったら、そうそうそう、あ、違う違う、相手に言ったんだって。後ろから声が聞こえるから、なんか後ろに誰か いるのっつったら、うん、いや、いないよ、前にいるみたいな。ほう、そういうことじゃなくねみたいな。それツッコミ待ちだろ。いや、でもね、うん、そうじゃないらしいんだよ。あ、そうなの。さすがに俺もそう思ったんだけど、なんかどうやらそうじゃないらしい。本当に言ってるらしい。あ、そうなんだ、うん。へー、俺殴っちゃうな。ねえ、声聞こえてくるんだけど、お前後ろに誰かいいんじゃないのっつって、うん、いや前だけどみたいな。うん、そう。で、真剣に言ってきたわけでしょ。そう。あ、殴っちゃう、殴っちゃう。全然殴っちゃう。目の前にいないけど。すごいな。後日殴っちゃう。いや、ちょっとびっくりだね。いやー、そういうことではなくてみたいな。すごいね。真剣に言ってるんだ。ね、俺もそう、さすがにネタだろうと思ったけど、うん、まあ、どうやらそうではないらしい。その最近の人っていうか、まあ、おお、骨きたね。いや、いいや。でもそうね、猫ですね。いい、まあまあ、骨なんかもう価値ねえしな。そうね、買えるから、いくらでも買えるからね。レア武器の価値もなくなるのね。悲しいことですよ。悲しいよ、本当に。まあ、なんだ、そうね。まあ、難しいよね。難しいね。まあ、本当にそのまま捉えちゃう、はいはいはい。まあ、いい言い方をすれば素直よね。めちゃくちゃいい言い方したな。いい言い方した。やっぱオブラートに包まないと世の中生きていけないんで。あ、いいな、こういうたわいない話。もうクソたわいない。 あ、俺もなんかすごいたわいない話1個思い出した。いいっすよ、はい、1個思い出したから喋りたいんだけどさ、 あの死にそうだからちょっと分かります。ちょっときついよな。ちょっときついからちょっと待ってな。あ、早く武器進化させたいな。そうね、武器進化させて。あ、鳥が進化。鳥が、あ、まだか、まだか。ああ、ああ、たわいない話して。とりあえず撮っていただいて、
石仮面よえてかさほうれん草とか一回も出てないレベルだよ ね全然出てこないですね。ちょっとさ物寂しいですね。なんか銃とか出やすいとかあんのかな。早く王冠取りたいんですけど、王冠こんな後半に取るのどうなのって思っちゃうよね。わかる、もう取っとけばよかった ね、 じゃあね、7個目のアイテムにしたいからって渋ってたけどレベルマックスだじゃん早めるうちで取っとけば。まあでもリミットオーバーもあるんで。あー、リミットブレイクもそうね。リミットブレイクもあるんで、はい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 、どんなに楽だったことが先に取ってれば。リミッツもありますし、ワクワクの人がマックスと。そうですね、石仮面もいきますね、これね。早くほうれん草来てほしいな、ね、ほうれん草を。あ、まだ大丈夫か。これ全部マックス。これ今多分全部マックスだね。このままじゃ大変よ。次宝箱拾ったらコイン袋が出るわよアイテム4ラン埋まってなくて大変だなこれ。あ、来たー。ロウソクやっときたよ。ロウソクか。ありがとう。まあいいでしょう。全然いいよもうロウソク。ロウソクね、はい、新しいのどんどん入れていきたいですね、はい、いやー、炎のこの炎の剣士出てくるのちょっとまずいな。でもよくないね、まだ一個も進化してないですね。13分炎剣士ラッシュだね。待って、あの宝箱進化じゃね。いや、あれ進化じゃないな。あ、進化かな。進化か。あ、ごめん、違ったわ。アルカナ かい。あ、じゃあ結局取っといた方がよかったなはい、どうしよう、何にしましょうかね。まあ、ここじゃないかな、ここじゃないかな。そうね、リロール。あ、それなんだっけ、左から2番目のやつ。あ、爆発か、うん、鳥は合体しちゃうと爆発関係なくなっちゃうし。そうだ ね、あんまり良くないな。その2番目のやつは右から2番目なんだっけ。あー、これも重要だね。あ、跳ね返りね。まあ、リロールかな、まあ、リロールかな。これちょっと死にそうだな、やめとこうか。あ、猫の目でも取るし、ゴールドディスコでもやる。久々じゃないこれ取るの。あ、いいんじゃない。本当、うん、いいと思いますよ。なかなか選ばないアルカナですから。じゃあそうします、うん、ゴールドディスコで、はい、発動するかどうか分かんないですけどね。猫もう出てないよ。その宝箱はこれはさすがに進化だと思いますよ。まあ鳥か銃が合体するかと。はいはいはい、はいはい、鳥から銃は合体しません、はい、銃はそっかティラミスまだ取ってないのか、はい、はい、じゃあまあ鳥上げてって、まあ猫も欲しいし。あ、鳥残ってんのいいな。でもほうれん草も欲しいし、スペルファインダーあたりも欲しいと。で、鳥が合体したんで武器が1枠空いたんでどうしようかなと。あ、バインダーね。あ、いいんじゃないバインダー。持続時間、持続時間、鳥の射撃が長くなるし、スペルバインダー取って。よし、オッケーオッケーオッケー。やっとアイテム出始めたね。さっきからもう33分ラッシュ。アーマーしか出なくて全然進まなかったけど。いや、わかる、アーマーしか出なかったのクソわかるアーマーめっちゃ出たよね。なんかのバグかと思ったよ。来たー。左下抜けられるね。まあまあまあ、なんとか鳥のおかげでやれてる感じはあるな。ギリだな。ギリだね。鳥がまだレベル1だからね。そうね、これ進化して安定するぐらいか。ん、進化して、進化して、あ、レベルが上がって安定するぐらいか。ホロハート、いや、パスっすね。ホロハートはさすがにだな。待って、スキップありか。バニッシュか。バニッシュでホロハート消しとく。絶対取らんもんね。絶対取らない。愛の加護だったらな、ニンニク進化で取りたかったんだけどな。本当に取りたい？ニンニクの方が強いと思うんだよな、ノックバックあるし。そうか。翼。まあ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 、そこはもうマジで、マジであれって感じなんですけど。バニッシュっすかね。アーマーバニッシュ？まあ、1枠武器空いたから、ブレスレット取ってもまあ、最悪。ブレスレットか。え、本当にこいつ強い？わかんない。弱くないこれ。まあ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 、雰囲気弱かったよね。別武器がいいんじゃない。別の武器にしようか。わからんけど。じゃあバニッシュで、うん、斧でも捨てますか。まあだったら杖でいいんじゃない。杖、まあ一応斧は進化素材持ってるからね。まあまあまあ、取らないけど、ね、炎の杖もホーレン取るから。あ、そっか。じゃあアーマーにする。アーマー、そうだね、さっきから出てきてうざいから。それからブレスレットにする。いや、アーマーを消すわ。アーマーがうざすぎる、さっきから。わかる。本当に最初から消しとけばよかった。何回出るねんって感じじゃない。最初から消しとけばよかった。てか銃が結構消してくれてるね、敵をね。斜めだから近づかれちゃうけど。そうだね、やっぱ強いわ。もう猫いい加減出てくれよ。なんか本当に来ないね。偏ってるね今回ね。マジで偏ってる。で、そうそう、たわいない話できる。
あーたわいない話しようとすると敵が近寄ってきてね、俺にダメージを与えていくんだよ。本当だね、ちょっとダメージ半分くらい減ってるね。半分持ってかれたね。半分持ってかれたね。よくないね、これね。俺はたわいない話してる場合ではないかもしんないな。ちょっと無理か。もうちょっと落ち着きたいな。しかも敵も変わってきたしな。あじゃあお前のたわいない話ができるくらいになったら、あー早くたわいない話してあ、ビタキャッツ、ビタキャッツでかい。アイロカゴもほっち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 、アイロカゴ来たわ。まあいいけどね。いいですか、すいません、まあ、いいっすよ。せっかく進化できんなら進化させちゃおうかなっていう思いです。いやだってノックバック体質なくなるから弱いと思うんだよな。まあ吉と出るか凶と出るか、まあ凶と出るか凶と出るか、あもう全然信じてない。あとほうれん草ですね、はいはい、あとほうれん草を取らせていただいて、まあ、回復がありますからね、はいはい、ほうれん草を取って王冠と、遅すぎる王冠と、遅すぎるティラミスは遅すぎないか、あ遅すぎる王冠と普通のティラミスを取って、まあなんとか。さあ猫も喧嘩を追っ始めていく。ほうれん草こんなに欲することないで、なかなかマジで最初の方出てたんかな。来た来た、やっと来た。これで王冠ティラミス、王冠ティラミス、ティラミスは少なくとも取って、王冠で宝箱取って、宝箱重心か、いや、ああオッケーオッケー、10ね。猫はまだ上がんないもんな。いやニンニクっす。あニンニクの進化の可能性もあったのか、はい、ニンニク進化がっかりだったな。そうね、あなら良かったかもしれない。なんか本数少ねえし、細いし、弱えし、弱えし、回転も遅えし。まあ我々がっかりですね。前回200レベルぐらいのこの銃を見ちゃってるせいで普通の銃がめちゃくちゃ弱く感じてしまうという。さすがに弱い、これ悲しいねこれね。まあ、ティラミス1取って1本増やせるか。そうだね、ペンタ、武器2個、まあバインダーがあるから、まあショ、まあショ取ってもいいね。ショと、まあ一応斧が進化する。ショと斧が進化、炎の杖、ショ斧、炎の杖、あーなるほどなるほど。あと空白丸が一応魔法の杖も進化する。魔法の杖でもいい。あー何でも、割と何でもいいっすね。しようか。あ一応そうね、取ります、進化するし、どっちでもいいですけど取りましょうか。はい、取りますか、はい、はい、まあこれで進化すると。普通だな、普通やな。普通やな。いや前回の動画がシグマだったのがマジで悪い。 あれに比べたら全てがしょぼく感じてしまう。もう大丈夫です、愛の加護で回復するんで。私は任せてください。愛の加護信じすぎだろ、そんな回復せんて。もう愛の、うわ、ビクトリーソードだー。でもトローナボックスがないから進化しないや、進化しないや。でもでもトロ ー, まあ出たのであればな、せっかくならな、せっかく出たのであればあ。でも今回もぐちゃぐちゃしてるから何も検証はできないけど。そうだね、うん、はい、なんなら出てる、新しい武器出てる、出てる、落とすんじゃん。あーまあ確かにチュルチュルって音はしてるね。まあレベル12ある中のレベル1ですから、まあまだ弱いですよね、はいはい、あでたわいない話、まあまあ、まあ、いい感じじゃないですか、そろ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 満を持して、たわいない話、なんかたわいない話を引っ張っちゃったからなんか話しづらいところもあるんですけど、でも俺今考えたら、うん、これたわいない話じゃなくて、うん、大事な話なんじゃないかなって思い出してきた。え何それ、うん、何、あのね、うん、YouTube からね、うん、記念品が届いたの。何銀の盾や、銀の盾だ、これ届いたのよ。すげえ、銀の盾だね、かわいいな、かわ、いや、これでもすごいことだな。俺らはもう6周年経ったじゃん。それで銀の盾来て、なんかすごい遅く来るみたいな話聞いたけど、爆速で来た。頼んだら、うん、なんか1週間とかで来た。むしろ頼まなくて、なんであっちから送りますよみたいな。え、あっちから言ってくれるんだと思って、すごい、うん、だいぶ放置してたね今ね。あの前回のシグマの時もあったんだけど、すっかり忘れてた。あっ言おう言おうと思ってて、そういうことね、うん、すっかり忘れてた。
もう本当皆さんありがとうございますということで、はい、ちょっとポーの動画で言うのも申し訳ないんですけど、なんでこんなシグマの動画で言えなかった。いや別にちゃんと作れよ動画じゃ。ああまあね、銀盾動画ね、銀盾動画。あまあ確かにね、実写でね。でも実写でやるったって何するよ。銀盾見て、まあ、顔出すいいじゃん。銀盾の銀盾の写真パシャッと撮って、ここに右下にペタッて貼り付けとくだけでよろしいどす。ホーレンで、うん、もう飛んじゃったよ。なんだホーレンって、なんだこれ、何やってんだ今。てかレベル100以下でダメなんじゃね。レベル99ですよ、99。そうですよ、すぐ行きますよこんなの。本当に、いやもう130は行くね。今んとこ76だよ。大丈夫でしょう。宝箱落ちまくってんな。もうボロボロ落ちてるね。うん、宝箱落ちまくってレベル99になってからビターキャットを進化させないと。アルカナの宝箱もあるな。おう、これとかかな。あ、これだ、はいはい。さあ最後のアルカナ何にしましょうか。何しよっかね。あ、これだったら。でもだ、左はないか。大きさスラッシュ、まあレベルが心配なのであればこれすれば、まあレベルは問題はないよね。平気でしょ。大丈夫。さっきと言ってること違うけど。平気でしょ。じゃあリロールしますよ。はい。左は？左、一番左、一番左。回復。回復かそれ。まあリジェネと。いらないですか。はい、これもこれでいらないですね。いらないですね。じゃあもうリロールしちゃいますよ。ラストこれ。はい、ラストです。えい。アウェイクだろうなこれな。アウェイクだな。まあ悲しいよ。まあまあ、そうね、しゃあないよね。安定のアウェイクですよ。だってあともうなんか変な、いきなりミスしてさ、失敗してここまでやったの。ゴールドラッシュ取ったから、まあ回復取ってもいいかなって思ったけど。あ、まあ確かにね。ゴールドラッシュね。はいはいはい。ゴールドラッシュそういえば全然始まんないな。なんだっけあれ。何すればいいんだっけゴールドラッシュって。ビターキャッツが来ないとゴールドラッシュに入らないのかな、もしかして。袋取るだっけ。あれなんだっけ。あ、そうだ、袋取るんだ。コイン袋を取ればゴールドラッシュが始まるんだ。なるほどね。うん、俺ら11分にあれを取って10分間袋を一切取ってないということになるんだ。そうだね、取ってない。なるほど、レベルも全然上がらん。そうですね。まあめっくりやろうや。ああ、そういえば下に副車あるんだね。一応ね。ああ、副車か。まあ、あって邪魔ではないね。これ来たかな。あ、ベビータキャッツあげちゃった。こんなもんか。ああ、思ったより倒せてないね、面白いな。そうだね。思ったより倒せてない、ね。あんなに、あんなに銀盾の話したの。意外とだったな。あ、袋あった。はーい。いや、始まるかな。始まった。あ、まあ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 、回復はしてますね。そうですね。はいはいはい。はいはいはい。マジでな。でもこれにすげえってなってた時代もあったな。マジで。うわ、すげえってなってたよな、これな。マジであったよ。袋取れ、袋取れとか言ってね。なんだ今や。すごいな。コインでもすごいよ。めっちゃ集まってるよ。めっちゃ集まってるよ。集めに行こう、集めに行こう、コイン。まあ、確かに。これは3000ってのはなかなか。3000、なかなかよ。ないもんな。なかなかないよ。あ、じゃあもうちょっと継続させようかなって気になってくるな。継続させろ。ああ。あ、しゃあない。ああ。なるほど、なるほど。ビターキャッツの状態で。もうオルウェイズいいんじゃん。えい。ここに来て死ぬほど上がったけど、なんだ、クリアしためてたのか。そうだね、これで99クリア、ね、99クリア、はい、はい、まあ4710円ゲット。以上我々の目的としては、あとね、猫を進化させた状態のあのアルカナ、ね、副車のアルカナみたいなやつを見なきゃいけないんで、はいはいはい、まあ、そこを見ていきたいんですけど。そうそう、じゃあ猫進化させっか。そうですね、宝箱があるといいですけど。どうしようかな、俺順番間違えたな。何が。たわいない話もう一つあったんだけど、順番を間違えたわ。銀盾の後に来るたわいない話ね。いや間違えたわ。これはちょっと楽しみです。なんすか、たわいない話。いいよいいよいいよ。たわいない話、私、はいはいはい、あの最近病気になりまして、はいはいはい、まあ、生活習慣病的なやつにかかっちゃったんですけど、
まあ、あなたはちょっと一度食事を見直さなきゃいけないってことで、はい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 、お医者さんじゃなくて、うん、栄養士の方と面談をすることになったんですよ。で、まあ、その面談当日とても物腰柔らかそうな、うん、まあ、40代ぐらいのおばちゃんがちょっとあなたの食生活について聞かせてくださいみたいな、すごい優しいいい人なのね。でなんかもう一緒に頑張りましょうみたいなこと、はい、ちょっとブリブリしてるようなブリッコ、ブリッコな痛いおばちゃんなんだけど、めちゃくちゃいい人で、でいろいろこういうご飯食べてて普段こうなんですみたいな話して、うん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 って聞いてくれるのね。ですごい優しく返してくれるんだけど、パソコンを打ちながら俺と話してるのね。でそのパソコンの中身チラって見えちゃったの。すげえ俺の悪口書いてるのえっと思って、どういうこと。だからそのどんなこと書いたの。いや終わってますみたいなこと食事が何たるか分かってない、なかなかにダメですねって書いてあったのでもこれって多分栄養士の人がお医者さんに俺の状況をこう共有するためにのメモなんだなと思って、で俺が見るはずのものじゃないから、まあこれは俺が悪いなと思ったの。そうね、見ちゃったのがね。でもこんな優しそうな顔してめちゃくちゃ言うなこのおばちゃんみたいな、まあでも盗み見した俺が悪いし見なかったことにしようって思ったのね。で帰りの会計の時にそのメモ印刷してくれたくれるんかいと。ガッツリ書いてあった。びっくり、ガッツリ書いてあった。本当に俺見間違いなのかなと思ってたのよ。なかなかに終わってますって書いてあったから、いやさすがにそんなこと書いてないだろうと思って、ちゃんと書いてあった。なかなかに終わってます。俺の食生活はなかなかに終わってますって。なるほどね。びっくりしちゃいましたね。いいね、そんなこと。言ったより面白いわ。あの話す順番としては間違えたかなっていう感じですけどね。いやいやいや、あってあって。でも病気もなんか良くなりつつあって、あの、ご心配おかけしましたが、なんか治りそうですか。大丈夫大丈夫、誰も心配してない。心配してない。心配してないですか。大丈夫です。大丈夫です。僕だけですか心配してたのは、ね。あ、そうそうそう、お前だけ。お前が心配してた。でもみんなは心配してない。でも気をつけてください。なかなかに終わってる。なかなかに終わってる。なんかでも仕事のことも悪く言われてたな。YouTuberだかなんだか知らねえがみたいなこと。だから出てた。すごいね。すごいな。まあ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 。いや、まあそれ海の人から見たらそんなもんでしょう。そうね、はい。こんなあったね。ビシャスハンガーを取りましたよ。来ますよ。猫が消えて。猫が消えて。目玉が出て。さあ追加のアルカナの効果としては。消えてないかな。なるほど。ビシャスハンガーになったにもかかわらず追加の猫は消えないという。猫消えないですね。なるほど。あれこれ経験値食べてる？経験値食べない、食べてないね。食べてなくね、うん、治ったね。さすがにか。バグだったんだ。バグツーが、まあ、バグツーがまあさすがにそれはね、っねなって感じだったんかねこれ、うん、あいいんじゃないこれ。いや青い経験値は食ってないか。いや食ってないな。いや消えてるか。あーどうだろう、敵が来ちゃってわかんない。でもなんか食う頻度は減った気がする。前もっとゴリゴリ食ってた。なくなってたもんね、うん、取れなかったもんね経験値こんなにね。そうだね。うん、割といいのかもしれない。敵が多くて、敵が多くて見えない、敵が多くて見えねえし食えねえし、いけねえし食えねえし、いけねえし。あれ猫いる？始まったし猫消えたかな。いなくなったか。さすがにいなくなったか。あ、いやでもいるか。喧嘩してる喧嘩してる。あ、喧嘩してる。あ、喧嘩するんだ。え、喧嘩小さい。その黙々してんじゃん。黙々。確かに黙々してる。うん、これ喧嘩してるしってことは猫いるわ。あ、じゃあこのアルカナビシャさんがなっても、あの、ね、追加してる猫同士で追加の猫がいる。喧嘩してるってことか。追加猫で。ああ、なるほどね。なるほどね。まあそういう仕様でした。いや、お前の話がインパクトありすぎて、もうこのヴァンパイアサバイバーズの輪はなかった。もう何にも覚えてないもん。なんだっけ、鳥がなんかいたっけ。あれが、そう、新しいキャラを増やしたんですよ。新キャラか。新キャラを増やして、あれ、どうせあれだろ、破壊者持ってんだろ、最初から。あ、まあそんな感じしますよね。あ、でも破壊者持ってるキャラは白い幽霊でいたから。あ、ほんとだ。じゃあ、あいつは何を持ってるんだいって話になりますよね。あー、確かに。何持ってる。確かに、あいつ何持ってんだ。何持ってんの。なんだろう。でも、コレクションを見る感じ、新武器があるわけではないよね。多分ね。どうする、このなんか色違いの鳥持ってたら。ああ、色違いの鳥か、
なんかがっかり。何持ってんだろう。そんなもんよ。ちょっと楽しみですね、これは。はい。というわけで銀の盾動画でございました。そうですね。はい。お約束の銀盾動画を待たせて。銀盾動画ね、よかったよ。満足でございます。はい。ね、サムネどうするんですか、これ。銀の盾でしょうね、そりゃね。さあ、終わりますよ。はい。はい、終わり。はい。さあ、解放ですね。はい。ブロード・アストロノミア・ブラッド。はい、はい、お恥ずかしいです。ありがとうございます。はい、やめてください。ダメージとしては、まあ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 。まあまあ。結局でも10なんだね。あんなに弱い弱い言ったのにね。はいはいはい。小さな第1秒のために 14.9K しか出てねえのかよ。なんか物足りないね。うん、前回200フレームとか出してたのに。わからない。じゃあ、まあ、新しいキャラと、キャラとアルカナ両方見ていきましょうか。はいはいはい、はい。コスモ。コスモちゃんです。お前が宇宙使えばいいのに。ねえ。ゲインワンリカバリー。ゲインズワンリカバリー。あ、回復。ラクエブリル。ゲインリカバリー L100。リバイバル。100ごとにリバイバルを L。100ごとにレベル。ヒドゥンウェポン隠されたはぁ。武器を持っている。アンロック。武器持ってねえ。武器持ってねえ。武器持ってねえぞこいつ。ライフ上限20って何？ああ弱いね。まあ運は高い。復活が1高い。復活1。移動速度ちょっと速い。見てみましょうか。アルカナと一緒に。これが最後のアルカナな多分な。ステルウェポン増殖ミッドスペシャルダメージングゾーンザフェクトドバイマンタンドマグナット。エネミーズウィズインマグネットレンジテイクダメージベースドーマウント。新たなダメージゾーンができるみたいな感じか。そんな感じかな。あなんだこれは。あ2匹持ってるんだ。でもねアイテムがね書いてないんだよ。どういうこと。ええ、ピジョーネ取れるやん。えどういうこと。あピジョーネが2体になった。鳥増えた。なんだなんだこいつ。もうなんだこいつは。なんだろうね。なんか周り赤いよ。周り赤いね。あそれがダメージゾーンか。はは HP も低いし。でもこれあれだね、鳥が2体いるってことは虹鳥と白鳥と黒鳥みたいなことができることになるのかな。鳥5体いけますね。鳥鳥鳥鳥鳥構成ができますかね。色とりどりで。ああまあまあまた。そうですね。やっていくかこいつも。なんだか分かりませんが、強いのかな。次回以降ちゃんとやっていきましょう。ちゃんとやっていきましょうね。はい。ではまあ今日は終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。